何度も言って申し訳ないけど、もう一回リーグ戦だって意識しろ。いい、これは分かってるよと思ったとしてもやっぱりふわっとなるから、勝って気持ちよく帰ろうぜ。 OK、 よろしくお願いします。おはようございます。今日はリーグの第5節ね、琉球大のドラゴンズとの試合になります。外的要因でいくと、まず今日はかなり暑いことが予想されるので、まあ、水分しっかり取りながらっていうところと、あとは戦い方にしても、もちろん前半からね、ハイプレスでかけに行くっていうのはやらなきゃいけないことだし、まあこういう気候でもそれを90分やんなきゃいけないんだけど、そうも言ってらんないっていう状況も多分あると思うから、前からプレス行く時の、まあ行くのか行かないのか、行くなら行くで全員でスピード上げなきゃいけないし、ファーストディフェンダーは本当にそこで取るつもりで行かなきゃいけないし、だそこは中で自分たちの状況と相手の状況を見ながら、戦い方を考えなきゃいけない。で、水分補給もしっかりしなきゃいけない部分で、あとその暑さに加えて彼らは大学生なんでね、運動量というか強度というか、そういうのは多分90分落ちずにやってくるであろうし、過去のリーグ戦の試合見てる感じもやっぱり前からの強度は高い、で運動量も多い、でやっぱ乗ってくるとその勢いがどん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 増していくっていう相手になるので、まあこういう相手では何回も過去やってると思うけど、やっぱ先制点をどっちが取るかっていうのは大事になるよね。彼らはやっぱり取れば乗るし、で逆にこっちが取っていけばどん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 そのコントロール的には難しくなっていくであろうっていうのは予想できるから、そこがやっぱ勝負どころになってくる。前半でやっぱり先制点を取るっていうのはすごくチームとしても助けになるし、みんなとしても狙っていかなきゃいけないところなんで、それを全員で共通認識持って、まあ元気なうちにね、ハイプレスかけてショートカウンターっていうのも狙いながら、先制点取れるようにっていうのをまずは意識してください。とにかく今日は一つは最初に言ったところ、俺が一番気にしてるのは一周空いた今日の試合、そしてまあ、キャプテンの北原が怪我でいないっていうこの状況の中で、みんながどれだけチームの雰囲気を持っていけるか戦えるかがすごく大事になると思う。それができれば毎回言っておいても負けない。俺たちはそれは別に変に過信をしてるとか相手を舐めてるとかじゃなくて、それだけのことをやってきてる自負がある。で、俺はみんなに対して自信があるし、リスペクトしてるし、だからそれを出すためにはやっぱり気持ちの面で持っていかなきゃいけない。いいね。もちろん簡単な試合なんかないけど、絶対勝てる保証もないけど、勝てなくないんだから勝てるんだから、その確率を上げるためにみんながやっぱ気持ちを持っていかないといけない。じゃないともったいない、せっかく持ってるのに。いい、そこを意識して全員で入りましょう。アップからね、集中して全員でやって勝つよ。勝って帰ろう。 OK、 行こう。暑いけど、まあ、アップから、レイに盛り上げて、いい準備しましょう。はい、行くぞ。シャーッ、行こう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 、深い後ろ、深い後ろ、奥、真ん中まで行ったら、奥、ケイト行こう。はい、ハットリさん行こう。ハットリさん行こう。Go! Go! 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 Go!
ょっと熱いよね。でもそれは相手も一緒、ピッチも相手も一緒、条件は全部一緒な。で、あの相手が大学生で若いです、力がいいですって、もうちも若いから、ね、大学卒の子たちがいっぱいいるわけだし、別に変わらないよ、質としてはね。だからそこでやっぱり走り負けて何も言い訳はできない。みんなでやっぱり体張って走ってっていうのは大前提でやんなきゃいけないし、俺はこの小江戸川越えてるチームに一つすごく誇りを持っているのは、社会人チームだけどやっぱ夏場でも走りきるチームってことね。これは去年みんながやってくれたこと、去年いたメンバーが。やっぱり社会人チームってどうしても後半落ちていきます、グダグダですってあるんだけど、うちはそれがない。やっぱりそれなりの練習をやってるからね、週少ない中でも。でそれは自信持ってもらっていいし、だからその社会人だからどうこうって変な言い訳はしたくないんだよね。やっぱ学生と同じように走って当たり前で同じ種目やってんだから、同じリーグにいるんだから、そこは何もやけできないから、やっぱり走り負けないように、ね、歯食いしばって。で、何度も言って申し訳ないけど、もう一回リーグ戦だって意識しろ。いい、これは分かってるよと思ったとしてもやっぱりふわっとなるから、いい。今からみんながやるのは真剣勝負な、リーグ戦。たくさんの人が応援に来てくれてる、責任感がある、その試合今からやるから。もうみんなもずっとサッカーやってるから分かると思うけど、90分の中であるんだよ絶対。うちがすごくいい時間帯、耐えなきゃいけない時間帯で、今までも4試合結果がそれなりに出てるって、やっぱ耐えるとこちゃんと耐えてるからね、みんなが。それはやっぱりどんなに悪い状況でも耐えてれば何もやられてないんだから、そこはポジティブに気持ち保っていい。必ず流れは変わるし、不思議なもんでサッカーって絶対変わるんだよ、流れが。いい、だからそれをなるべく長く維持するためには、やっぱ自分たちがハードワークしてボールを保持する時間を長くしないと。いいね、逆はやらせない。強い気持ちを持って、今日は本当に気持ち入れろ。これはすごく大事。暑いし、一回空いてるし、絶対ふわっとなるから、ならないように。もうこんだけ言ってんだからな。ならないように自分で気持ち作れよ。OK。戦って勝ちましょう。全員で。OK! よっしゃいいやって書いて、多分きついけど、でも前も言ったらきついけど終わった後勝ってれば絶対全部が報われるから、いい。そのために一歩出そう、一歩戦おう、全員で戦って勝って気持ちよく帰ろうぜ。オッケー、よろしくよ。最高、マシ。よし、もう一回気持ち入れて、ちょっと入んないようにして、よし、全員がチームのためにやるべきことやって勝ち切りましょう。よし、よし、いくぞ。よいしょ、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 
対戦をしっかりと受け止めて、これから何をするかだから勝負はね、もうこれはずっと引きずっててもしょうがないし、次のリーグ戦は来るし、まだ18分の5がね終わっただけっていう段階で、まあどっちも転べるよ。これから4試合はいい感じで来ていて、1試合負けてね、初めてここからずるずる行ってしまうのか、やっぱここから盛り返してまた上位戦線踏みとどまるかっていうのは本来のそのみんなの力が試されるところになってくるから、あまりネガティブなものばっかり引っ張らずに、良かったところ、今日はハーフタイムも言ったけど後半も含めてよくできていたと思うよ。試合の内容としてはビルドアップのところもしっかり剥がしながらボール前進できていたし、でその絡みからね最後しっかり点も取れているし、ただやっぱり少しずつのやっぱ質ね、細かいところだけど、じゃあ本当に数メートルのパスを狙ったところにしっかり出せてるかとか、狙ったところにしっかりボールを止められてるかとか、それは新潟のコミュニケーションもそうだけど、やっぱちょっとずつのズレんところで、まあミスからも失点してるからね、そういうところは反省をして修正しなきゃいけないけど、でもビルドアップをトライして、まあ引っかかってカウンター食らってるところあるけど、あれはトライをしてるからこそ発生するわけで、今みんながそれを怖がって、じゃあもうロングボール相手みたいにね、放り込みましょうってやったら、それはないよ。ショートカウンター受ける機会は。だってボール飛ばしちゃってんだから。でも、チームが目指してる方向性として、やりたいサッカー、チームの目指す姿になるためには、ああいうミスは仕方がない。でも仕方がない仕方がないってずっとシーズンしたら、それはやっぱダメだから、そのミスの回数は減らさなきゃいけないし、質を上げなきゃいけないしね。それはみんなはこれからやるべきことだけど、まあ負けてこんな言うのもなんだけど、ビルドアップに関しては過去一番良かったんじゃないかとは思ってる。でも、まあ結果的に負けてるわけだから、それをね、またみんなで、まあ、ポジティブに捉えよう、この敗戦をね。別に何かが終わったわけじゃないから。
これからまた盛り返して全然優勝できるチャンスはあるわけだから、別にただの1敗ここで何か引きずるんだったら置いてかれるから、引きずらずに前向こう。いいね、いいところを伸ばして悪いところはもちろんしっかり修正して、もう一回全員で同じ方向を向かってね、やっていきましょう。山梨、攻めようか。お疲れっす。ちょっとです。今までにない、まあ、自分も出てないんでちょっとあれですけど、暑さも含めて難しい展開、相手大学生っていうのも含めて難しい展開っていうのは、まあ試合入る前から予想できたんですけど、やっぱり一番は敗因としては失点っていった部分が、どんだけ攻められてもゼロで抑えてると必ず何か起こるので、そのゼロの時間が長ければ長いだけ僕たちの勝利が近づくかなと思ったんですけど、やっぱり早い段階で失点して立て続けの失点っていうのは少し良かったかなっていうのは感じましたね。そうですね、前半で完全に1本崩されたところだったんで、やっぱそういうところもしっかり戻って、全員がその時戻れてなかったのでしっかり戻るとか、本当細かいところですけどそこしっかりやっていかなきゃなと思いました。そうですね、まあ、もったいない負け方をしてしまったなっていうのが一つあります。ただ選手にも言ったんですけど、内容としてそこまで悲観するようなものでもなかったんで、まあ、切り替えて次につなげたいと思います。まあ、もっとやれたなっていうのが正直あって、まあ、攻撃の面でも守備の面でももっと気持ち入れてやらないとなって改めて自覚しました。今日は最近やってたウィングじゃなくて内側のインサイドだったんで、まあ、よりゴールの近くに絡めると思ってたんで、まあ、自分も前向きなプレーを意識してやってたんで、まあ、結果がついてこれたのは良かったですけど、やっぱり勝たせられるようなゴールが取れるようになりたいと思います。特には問題なかったと思います。日頃走り込みもやってますし、で、まあ、その、ね、条件は相手も一緒なんで、その中で大学生で元気な選手たち相手によく90分間やれたと思ってます。まずは失点なくすプレーの強度、自分たちの中でどんどんモチベーションを含めて上がっていくっていう、やりやすい空気感を作っていくっていう、まずは入りから意識してやっていけばまた改善していけるのかなと思います。次節は絶対に負けられないと思ってるんで応援よろしくお願いします。まずはやっぱり自分たちのミスを減らして、クオリティを上げるってところと、まあ、もう一回全員初心に帰って球際とかハードワークってところを振り返ってやっていきたいと思います。はい、もうどんどんリーグ戦あるんで切り替えて修正点は修正して、良かったところもたくさんあるんで、本当そこはもっと伸ばしつつ質を求めて次は勝ちたいと思います。